腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは三方ヶ原、選択大名は武田。第21回を始めさせていただきます。前回は西国の覇者毛利家との大戦と攻城戦に勝ち、かなりの領土を奪ったところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。6部隊、6部隊か。まあここはやるしかないですね。本当は8部隊で乗り込みたいところでしたけど、ちょっと道が狭すぎて6部隊だけしか行けないっていうことですね。よし、狙い通り降伏を申し入れてきました。いいよいいよ、寝返りを受け入れていきましょう。よし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 、うまく戦いましたね。そしたら城主降伏、うん、攻城戦にしてはすごい少ない兵力の損耗で済みましたね。でこれで威風弱発生、お、結構いったな。あ、鳥取まで、鳥取まで、これは素晴らしいですね。豊吉行きましょう。あ、宇都宮さんは忠義が高いな。解放していきましょう。なんと首を取らぬのか。いや、兵糧また回復してるでしょうね。攻城戦やると兵糧回復しますからね。だから攻城戦に参加しなかったから、この2部隊は少しやばいですね。立部山にこのまま向かいましょう。家康と高坂正信はちょっと無理かな。で軍団で編成、城編成で鳥取、この隅、武田、こちら加えるのはいいけど、城主任命だけしてあげようかな。中途半端な武将でもいいでしょう。山村さん、どんどん土屋さんの能力が下がっていくな。織田信清はちょっと弱すぎるな。社さん、ありがたき幸せ。で武田城が溝口さん、片付けない。で表情で軍団編成ということで、城編成をしていきましょう。これでいいでしょう。であとは攻城戦やるから、ちょっと家康たちも来てほしいな。小川さん、これより中勤に励みます。と士官受け入れていきましょう。引き入れくだされ。で士官こちら向けていきましょう。遠国東洋もやっていきましょう。で論功交渉を受けていきましょう。さてさて、あとはちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て、焦るな焦るな。立部山が耐久5700、結構硬いので、調略で破壊。立部山90日間かかるか。そうするとお金が無駄だな。もっと早めに動くべきだったな。90日もかからないもんな。30日ぐらいで結果出るんだったらいいけど、まあこれはもうまともに攻城戦やるしかないですね。では進めていきましょう。須田重久さん、お、竜騎兵持ちゃいい。ただ馬術持ちじゃないと意味がないんですよね。千村さん、まあ竜騎兵はね、それはそれでもちろん大変価値がある特性ですけどね。伊丹城米問屋建ちました。そしたらもう一つ米問屋建てていきましょう。え、これでいいんじゃないの。伊丹城は補給兵糧がまだ全然ですね。とりあえず連兵場も米問屋に変えていかないといけないですね。
素晴らしい。取りかかるとしようか。これで取りかかるということで、これでこれだと6部隊7部隊か。2部隊しか行けないのか。今さら迂回させてももう間に合わないですね。家康たちはとりあえず撤退させましょう。でとりあえずこの兵力で攻城戦は向かわやってみましょう。いやこれで勝てるかな。こたびの不安があります。自らの不利は白方も分かっているでしょう。白一番の重さを倒し敵の士気を下げれば敵方も白方も早々に降伏を選ぶことと存ずるということで、降伏条件見ていきましょう。ほう、来島さんを倒せばいいってことですね。で葬式650以上、それが結構難しいんじゃないか。で小笠原さんとかがこちらにいて、来島さん、懸案の来島さん、ここですね。いやこれ結構厳しい城だな。とりあえず回転していきましょう。これ攻め込むのにはちょっとなかなかな城ですね。馬場さん突撃してほしいので、こちら小笠原さんにかかってもらいましょう。それ以外はこのように向かいましょう。で馬場さんだけこのように向かうと、これでいいんじゃないか。兵力減少、騎馬突撃は出なかったですね。となると厳しいので、信玄サポートに回しましょう。まあ強撃できるからいいですけどね。いいよ、まずは一部隊壊滅。どんどん兵力が減っていく。ただ武田城と違って設備が柔らかいですね。そしたら次は信玄でぐるっと回っていきましょう。で馬場さんは少し待機で、後の方々で北から向かいましょう。で三枝さんも向かわせましょうかね、南から。で馬場さんが休み終わったので南から行きましょう。いや北に配置でいいですかね。うん、簡単に壊れてきますね。強撃はいいけど、よし勝利卑怯、これで動けなくなりますね。これは何としたことか。はい、すぐに壊滅。早いですね壊滅が。馬場さんも前出していきましょう。で来島さんがここにいると、対マン勝負か。対マン勝負は、お、騎馬突撃が出てましたね。お、来島さんが勝手に来てくれた。ん？うわー、すごいダメージ食らった。いやー、全部隊300ぐらい減りましたね。よし、破壊完了。で来島さんを強撃かけて、はい撃破。これでいけるんじゃない。よし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 、降伏が、いやーよかったよかった。被害は最小限かな。かなりでも体力も減らされましたからね。もちろん受け入れていきましょう。で城主が降伏したので、このまま投降してくれるはずでしょう。7000も減りましたね。最後の石落としがやばかったな。
いやー厳しかった。でこちら、まあ風は届かないですよね。はい、立部山陥落です。縄についていた投与していきましょう。もちろん帰還しましょう。次のこちら騎乗で立部山には誰を置くかですが、うん、侍大将もな、なかなかもうまともな人がいないんだよな。武将の二木さんにするか。ありがたく存じ。で軍団編成で立部山で武田さんにお任せしましょう。でこちらですね、次は津山で威風強を発生させたいところですね。そこまで毛利を叩けばもう毛利は動けなくなるでしょう。であと懸案はさ、やっぱりこの辺りなんですよね。鈴木定雄とか本願寺とかを吸収したい。てか吸収しないと、だってそもそもクリアもできないでしょ。特に本願寺ですね。だからちょっとそこが問題になってきますね。お耳に入れた聞くことが物申します。家宝購入っていやーする必要ないですね。で伊丹城は兵糧のまだ出てできてないですね。腰病炉どんどん増えるはずなんだけどな、こんだけ米問屋が立ってるんだから。で連兵城を削って、あとはもう一つ米問屋かな。とりあえずこれでいきましょう。忠節を尽くしますぞ。お仕えいたします。で一旦みんな騎乗すると、で東洋が出てるのでやっていきましょう。元服してばっか稲葉さん。おお雪村来たー。当然雪村を大下に据えていきましょう。で正幸も足軽大将、あ信幸も足軽大将でしょう。蒲生さんも足軽大将、大谷義継も足軽大将、木下秀長も足軽大将、真田足軽大将になった人はみんな外していこう。雪村、さっさ成政、前野さん、ありがたき幸せ、福島正則、優秀な人がたくさんいますからね。すぐにみんな足軽大将にしていかないともったいない。ねねさん、ありがたき幸せです。そして不破さんと、ありがたいの。とりあえずこれでいいですかね。で地行で領主最大にできるところはどんどんしていきましょう。領主最大にできるところがものすごいあるな。犬山城とか、あとは西草さん、清須城正幸で家康と、これも家康に任せとこうかな。任せられるところは家康、うん、でもここで打ち止めか。で榊原、酒井忠次も侍大将まで行きましたからね。足軽大将もかなり充実してきたから、戦闘に参加させる武将にはちょっと優秀な方を配備しておきましょう。だから酒井忠次はそれでいいか。
そうしたら馬場さんのところにも、馬場さんのところは馬場さん一人でいいか。ありがたき幸せ。で、犬山も高坂正信だけで十分でしょう。で、となるとここですね。ここに2人優秀な足軽大将を配備しておきましょう。ありがたき幸せ。恩に着ようぞ。で、鳴海城。鳴海城戦闘員はバフ要員として入れてるでしょう。感謝いたす。一条さんも優秀ですけどね。一条さんも優秀ですが、大谷義嗣サポートに回して、あーでもセーブが下がってしまう。ただトースト80超えますからね。義嗣を入れていきましょう。で、三枝さんのところに堀秀政、感謝いたす。で、あとは竹中半兵衛も入れていきましょう。ありがたく存じ。で、清洲城、正幸が任せられるところは正幸に任せていきましょう。ありがたき幸せ。ありがたき幸せ。足軽大将もね、有能な方が欲しいですからね。で、真田信幸、ありがたく存じ。それと丹羽長秀、感謝いたす。こんなところかな。家康、馬場、仁科、一条、高坂正信、三枝さん、正幸、こんなところかな。戦闘に参加する、次もまた参加するのはこの辺りですからね。1,2,3,4,5,6,7,8、 大垣城加えて8。とりあえずこんなところかな。六甲交渉やっていきましょう。ありがたき幸せ。で、浄化施設でまだ伊丹城は米問屋できてない。補給兵糧は早く溜まってほしいよな。何のために補給拠点にしたのか意味がわからないですね、これじゃあ。位置を拡張していきましょう。で、あとは敵方の動揺状態が残り75日なので、また軍事で、違う、軍事調略、軍事で城役割ですね。で、攻略目標で次は津山城で、軍事拠点で金山城と岩村城も設定していきましょう。これでいいでしょう。伊丹城の補給拠点、こちらを山陽道を通って津山城を向かうっていうのが手ですね。では進めていきましょう。伊丹城米問屋が立ちました。そしたら城役割で連兵城を撤去の、こちらも米問屋を建てていきましょう。これでいいんじゃないの。なのに補給兵糧ゼロってどういうことだよ。兵糧がまだ9600、喜ばしいですな。お、大市ができたみたいですね。王吾さんですね。馬術持ちいいですね。これ育てたいな。今優秀な人をね、育ててる最中ですから。小島さん、それが終わったら次はね、馬術持ちを育てたいですね。あとは岩村城が真っ赤に染まれば、よし、染まりましたね。さて、それで先方は残り30日、じゃあ集まってくるのにもう切れてる城も多いですね。ってことは津山城に集まってくるのにさほどもう支障はないでしょうから、ちょっと待って、城下改築の進言が出てる。商人町は重要だっていうの。
エラ神社は発動してるのか、レベル1で発動してますね。では岩村城から津山まで向かわせましょう。安城城からは170同時に出していきましょう。では進めていきましょう。では鳴海城からも出していきましょう。城を奪ってみせます。では金山城からも出していきましょう。須山城ですね。名古屋城からも出していきましょう。城を落としてみせる。清須と犬山はもう少し下出しましょうかね。よし、清須はもう出しましょう。少し工夫を加えますかな。城攻めは良き策か。で、犬山と1、2、3、4、5、6、8部隊あれば十分ですからね。犬山と、嬉しいです。もう犬山も出しましょう。お指図を頂戴したく、城を落としてみせる。で、伊丹の兵糧はどうなってる。補給がまだ兵糧が4000しか溜まってないですね。いやー、補給用の兵糧がまだダメか。では進めていきましょう。いかがだったでしょうか。毛利家との連戦に次ぐ連戦、そしてその勝利、それによって西へ西へと毛利家を追い込んでおります。そしてさらに毛利家に打撃を与えるべく新たなる進軍を開始しましたが、果たして勝利を収めることはできるんでしょうか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。